シャモン TV 始まります。今日はですね、これお坊さんはお酒を飲んでいいのっていうね、まあまあ基本的にいけないと言われているんだけど、それには理由があって、あのね、戒っていうのがあるんだよね。ここら辺戒の話が出てるけど、戒律とかいいじゃない。で、あのそれっていうのは、その仏教徒が守らなければいけないルールみたいなのがあって、で、そこの中に飲酒はダメよって書いてあるのよ。これさ、在家、農家って書いてあるでしょ。在家っていうのは一般の方々、お坊さんじゃない人たちで、農家っていうのはお坊さんのことね。在家が守らなければいけない戒とお坊さんが守らなきゃいけない戒があって、で、このそれがね、ここに書いてあるのよ。で、誤戒5つが普段守らなきゃいけない戒がね、一般の人が5戒、あと3つの戒と1歳、3戒と1歳で時々守らなきゃいけない戒みたいなものなのね。で、5+3の戒と1つの歳で8戒歳って言うんだけど、この時々守らなきゃいけない3戒と1歳っていうのは8日、14日、15日、23、29、30この日にちの時に守らなきゃいけないっていうのがこの 3+1 年で、この誤解っていうのは日常的に守らなきゃいけないっていう。で、お坊さんの場合は一般の人より非常に戒が多くて 250g、まあ、もしくは円頓戒っていう戒があるんだけど、まあ僕は浄土宗というか日本の仏教は円頓戒が多いんだけど、で、もちろんこの誤解とかはこの中に含まれてるんだけど、じゃあ一番ベースになる一般の人たちが守らなきゃいけない基本となる誤解って何かっていうと、仏教を学ぶとね、最初に引っかかるポイントが戒なのよ。あの戒の話をすると、仏教めちゃくちゃ厳しいやん、なんか嫌やみたいな風になっちゃうから、なっちゃうんだけど、一応一般の人が守らなきゃいけない誤解ね、これ超基本っていうか、これお坊さんももちろんこの誤解入ってるんだけど、これ250回もあるからね、もうこの説明もういいだこれみたいな。とりあえず誤解だけ説明すると、摂政ね、まあこれ摂政ってさ、まあ何回か地獄の話とかにも出てるし、他の話でもよく出てるんだけど、無駄に生き物を殺しちゃいけないと、まあ、人間なんて当たり前、だけどゴキブリもあかんし、害虫も一応あかんって言われちゃってるのが戒ね、摂政で。中盗、これ盗みのことなんだ。まあ普通に人のもの盗むとかいうのもそうなんだけど、これね、身分不相応な贅沢をするのを中盗に入ってくるらしい。で、かつ時間ね、時間、約束の時間に遅れると他の人の時間を盗んだみたいなそんなことにもなるって、これも中盗に入ると。で、邪淫、まあこれはあのやりまくるなっていう話ね。まあこれね、さらに言うと妄想してもあかんらしい。あのアイドルのことを考えて妄想したら、あ、邪淫みたいなそういうか、そういうのもあかんらしいな。心もあかんのよね、仏教心大事だから。あと妄語なんだっけな、あ、そうそう、これ嘘ついちゃあかんとね。まあこれはもうわかる、なんか嘘ついたら本当はあかんよねと、そりゃそうでしょ。出た、誤解の中に入ってくるのよ、この飲酒がね。厳しいでしょ、ごめんねみたいないきなりこの基本のこっからこれ入れちゃうのみたいな。けどゴキブリ壊しちゃいけないっていうのはなかなかハードなことだよね。パチコンやらずにそのまま放置していてさ、寝た時にこんなとこ通ったらあーってなるじゃない。まあでもきついわ、きついわ。でもさ、これね、お坊さん飲んでいいのとか言ってるけどさ、漁師町の近くのお寺ってあるじゃない、海辺のお寺とか、あそこなんて荒くれ者の漁師たちのね、檀家さんがふわーいる中で、おーお坊さんみたいな感じで来て、おーお坊さんよく来てくれたなみたいな、一杯飲んでけよみたいな感じで、ファシャーみたいな感じで、飲めないと、あんまり読めなみたいな感じで言われるし、普通にあの付き合いとして飲んだりしないとやってらんないらしい、どうやら海辺のお寺はね。そんなんでもさ、戒がありますからみたいな、湿っぽいのでいいんじゃねえやみたいな感じで言われるかもしれないけど、一応戒の中に入っちゃってると。
たまにある3回一切って何っていうとさ、これはまあ一応参考までね、こういう頭身会何かっつうと、化粧や装身具を身につけないみたいな、とか株勘定会、歌や踊りを見ないと、まあこの辺別にたまにはできるよね。高校大紹介、快適なベッドで寝ない、まあたまに床で寝ろってことかな。肘式会、朝ごはんのみ、ダイエットにいいみたいな、うん、たまにだと絶対いいよねこれね。だからここら辺はいいんだけどさ、ここだよね問題はね。いつもやんなきゃいけないっていうところでやるとだいぶ厳しいんだけど、だけどさ、まあ、今ちょっと思ってると思うけど、もう多分聞いてる人絶対みんな思ってるんだけど、あれと、この誤解守らないとどうなるのって言ったら、三悪道、まあ地獄、餓鬼、畜生って言われてるところに行っちゃうみたいな話なんだけど、そしたらさ、ほらと、仏教って誰も救われない教えなんじゃないのってなっちゃうでしょ。それはね、違うのよ。戒を保てぬ身のまま救う道はちゃんと説かれてますよと、一応こういう戒があるよということは頭の中に入れておきつつ、乾杯、すいませんみたいな。でも頭のどっかに何にもなくわーやってるのとあるんだったらちょっと違うでしょ、気持ちの持ちよう。ゴキブリバチコンやった時にすまんゴキブリごめんみたいな感じでやるのと、勝ったーみたいな感じでやるのとじゃあ全然違うのよ。じゃあ戒を持てる身のまま救う道が説かれているって何かっていうと、阿弥陀如来のお念仏とかさ、あともうどんな宗派でも三下下っていうお経を、これ懺悔じゃなくて三下下っていうんだけど、三下下っていうお経を読んでからお釈迦様の言葉としてのお経の部分をわーっと唱えるんだけど、毎回懺悔をするの実はお経の中でね。っていうのは普段確かに戒はなかなか保ててございませんお釈迦様と懺悔してるわけですよ。だから OK ってことにしましょうここは、ということで僕はたまに飲んでますよ一応厳しい戒律みたいなものは仏教にはあるんだけど、それをもって仏教は厳しい、そして仏教をもう学びたくないと思うのは、すごく大きな間違いで、仏教というものは生きるための糧になるような、そういったものをすごくお釈迦さんは説いているし、ちゃんと戒を保てるのに身のまま救う道っていうのをちゃんとお釈迦さんは示しているから、戒きつう、もう仏教嫌だって思わずについてきていただければいいなと思っております。ありがとうございました。